こんにちは、こんばんは、ゲーム動画の一行です。ラピスリライツ始めていきましょう。私と一緒にサボらんか。サボりたい。もっとだ、もっと私を目立たせろ。もう地味とは言わせん。そうなんだ、何回もできるんだ。今後もこの私を恐れ敬うがいい。先生、いくつでもいいんだ。ほう、なかなかじゃないか。ほう、なかなかじゃないか。みんな共通だな。そばにいるわ。静かすぎる夜は。朝までゲーム、深夜に起きてるなんて普通じゃないわよ。残業終わった？だったら遊びましょう。私は一般人、面倒ごとはごめんだっつーの。そうだ、ッ、とっておきのキラーチューを届けるわ。資料ってのもあるね。でかい。朝食に牛乳はダメよ。私みたいになるわ。眠れないの？だったら一緒に起きててあげる。深夜に起きてるなんて普通じゃないわよ。モノマネやるわね。地味って言うな。さすがです。本音って何？があります、ね、言っとくけど土に埋めたりしないよ。何かな、終わった。とりあえずどうするかな。
か。やった、楓も役に。お願いします、先生様。オッケー、残り1体。さあ、落ちなさい、くずきを。よしよし、私たちの絆は決して切れん。一応、もらっておい。内地報酬っていうのがある。家計簿も安心です。これで第1幕ってクリアなんだ。今のラビーちゃんを止められるかな。
んの魔女としての素質は超一級。そこに頭脳まで加わるとは。一瞬でも隙ができれば。え、お兄ちゃん、なぜこの状況で問題を。そんなの簡単だよ。魔女の魔法の要は奇跡。キサの結晶体であるこの石は魔女の魔力に反応して様々な魔法を発動させる。私たちが着てる制服の交渉にも奇跡が仕込まれてる。さらにさらに、私たちは奇跡で作られた小さな鈴を持ってるの。その名もビビアベル。この鈴は魔獣の気配をビビッと感知することができる。まあ感知できる確率は 100% じゃないけど。丁寧な説明ありがとう。お礼に正気に戻してあげる。え、キャン、まさかこんなに簡単に隙ができるなんて。頭が良くなってもラビィさんはラビィさんでしたね。お手柄よ先生くん。お姉さんが褒めてあげる。やりましたねお兄ちゃん。キュッ。あ、すみません、嬉しくてついキュッてしてしまいました。ちなみに楓には好きなものに抱きついちゃう癖があるの。生徒と教師の禁断の愛、ロックです。さすがは私の妹。お姉ちゃんたちは黙っててください。楓はそういうわけでは。はいはい、話を戻しましょう。薬の副作用でみんなキャラが変わっているのね。レアさんは天才的な発明家でいらっしゃいますけれど失敗も多くて。マジックアイテム作りに失敗はつきものなのさ。てってれー。え、レアさん、もしかして解毒剤を作って飲んできたんですか。その通りだぜ、ドヤ。サディスティックキャンディーの2人にもあげたけど。私はただの一般人、めんど。私は切り札だ。やすやすと場に出ていいものではない。二人とも来てくれなくて。バババババ。これもメアの発明品、名付けてベリーボーだ。メアはいつもこれで話すんだ。いいでちょいいでちょ。クリアキャンボードみたいなもんか。ごめんね兄様、メアはシャイだからおしゃべりが苦手なの。この事件はメアが原因だから、うちらシュガポケも協力するけど。メア、シュガポケのリーダーとして言うわ。ドリマ、ちゃんと先生に謝りなさい。ごめんなさい先生、メアのせいで相変わらずボードがないと別人ですね。メアは一気でコミュ障だから仕方ない。それより今から図書室に行く。おかしくなった人たちを治す方法が載った本があるらしいの。でもそれには強行突破ですね。私そういう言葉が大好きです。ロックンロー。セレブギャルの実力を見せてあげるし。いいの先生くん、あなたは臨時担任、無理に私たちに付き合わなくても。私の心配は的外れだったわね。あなたはきっといい教師に。見つけましたよ先生。あら残念、お話はひとまずここまでみたい。さあ、あなたの勇気をお姉さんたちに見せて。
ここで一体やりました。とどめだ。レッスンの成果は貴族の役目を果たすときに、うん、私たちの絆は決して切れん。この報酬無駄にはしないぞ。ずっとバトルか。いい声で泣かせてあげるわ。ちょっと互角になったところで戦力見直してみよう。ターゲットロック。次戦勝負だ。魔法仕掛けの人形劇を。進めてもいいんじゃないかなと。行きましょう。さあ物語を語りましょう。魔法仕掛けの人形劇を。そもそも無敵的のこのはバカファンが敵っていう感じはするな。怖いな。先生剥がし、剥がし邪魔よ。石剥がしだな、これ我が人が作りしもの人の願いを叶えしもの。世界を想像させる。我が命を引きしもの。とどめだ。おお。やりました。口ほどにもなかったかしら。やった、すごく嬉しいです。何でしょう。なんか出ましたね。会話が入りますね。シュガーポケットが登場。立てこもったけどあんまし持たなそう。目的の方は書庫かこの図書室のどっちかにあるはず。書庫の方はこの花が探してくれてる。メアたちも頑張ろう。ほいさっさ。それにしても兄様ったらすごい人気なの。てかなんで先生を兄様って呼ぶわけ。ションペはナンバーワン妹キャラでバレー部所属の子猫系魔女だから。ちなみにバレー部はキャバレークラブの略だよ。女の子はお茶やお菓子でおもてなしするんだって。シャンペはファッションの最先端、マルルセイユ出身、とってもおしゃれな魔女なの。うちの地元のフィレンツェも負けてないもん。
昔から芸術と音楽がパーないし、他にもドルトガルド、ヤマト、リュウと、この学院は留学生が多いんだ。ちなみにメアはベールランド出身の天才発明家。はにょーん特別クラスはみんな個性的。でも一番は兄様なの。予言の魔法が使えるなんてマジありえないし、先生のことも研究したい。うにうに、そうすればもっといろんな発明ができて。本があったの？メア、その本で合ってるわけ？タイトルは超高等魔律学応用論。それ音楽の本でしょ？今から作るマジックアイテムには音楽が大きなヒントになるのさ。やっばーい。さすが天才。言ってることがマジ意味不で。もう図書室で騒いじゃダメじゃないですか。やばい、入り口のバリケードが突破されて。あれ、今の声ってリネット？いいえ、私はリネットじゃありません。そう、今の私は魔法少女マジカルライダー。そうなんだ。バルサをする子は魔法辞典で殴り倒す。図書室の妖精にして守り神。いつもおとなしいリネットちゃんが。これはこれで可愛いの。ションペのお姉様にしたい。好きです。読書感想文を書きましょう。課題図書は恋愛小説です。くぅ、早く正気に戻さなきゃ。行こう先生。いい声で泣かせてあげるわ。ご奉仕いたします。クリアできなかった。どういうことだ。あー、互角になってる。お任せください。もうやられた。いい声で泣かせてあげるわ。我は奇跡。
と思うんだが。なんで一体やられてんだ。でもね、近いが、ボスキャラ結構強いのかも、これ。倒した？倒しましたね。当然の結果ね。労働の対価いただきます。これで戦闘不能じゃなくなった。なんで倒せなかったんかがわからん。圧勝なのに、ね、これから互角になるんで、ちょっとバランスが取れたメニューが一番ね。こういう贈り物は校則違反で。さては私の機嫌を取る気でしょう。もっとくれてもいいのよ。今日も一日しっかり仕事しなさいよ。ありがとう。いつまで眠そうにしてるのよ、まったく。あんた、こういうのが好きなの？おはよう。何よ、眠そう。おはよう。昨日はよく眠れたか？すがすがしい朝だな、教官。昨夜はベッド、朝食は祖国の固いパンがいい。おお、教官、朝の鍛錬に行かないか。そうか、できない。ここだけの話、見ただけで3サイズが大体わかる。おはよう。昨日はよく眠れたか？
どうやって強化できるんだったっけ。おはようございます先生。もう無理か。強化どうも金が足りないとかができないね。今日も一日お仕事頑張りましょう。友達が増えた。今朝の朝食はバタートーストでした。女子寮に入るのは校則違反ですよ。まあ先生なら問題は起きないと思いますが、規則は規則ですので早く外に。ん？これは私宛ての手紙。差出人は。つい気分が高揚してしまって、部屋まで待てません。一刻も早く読みたいので。ヘンリエッタはライツの大ファンで、よく中継で見た公演の感想を書いてくれます。あの子に応援してもらえるとすごく元気をもらえます。ちなみに前回は、姉様に似合いそうな服を見つけましたと雑誌の切り抜きを送ってくれました。これがその服なのですが。ありがとうございます。あの子のコーディネートが良かったんだと思います。では手紙を読みましょう。妹が選んだ服を着て、妹がくれた手紙を読む。まさに至福の時間で。ん？引かないでください先生。今のは私服と私服をかけたシャレで。なぜ首を振るんです。もしかしてシャレに引いたわけではない。では一体どうして。私の行動は姉としてごくごく一般的なものなのに。思い出させないでください。これを買うために私がどれだけの犠牲を払ったか。バイトのシフトを増やし、生活費を削り、家計簿と壮絶な死闘を繰り広げ、命からがら勝ち取った戦利品なんです。ただ私は全く後悔していません。今回の手紙の返信には、
この服を着た私の写真も同封しようと思います。きっとヘンリエッタも喜んでくれて。この手紙、最初は近況報告だったのですが、後半が。いい度胸ね。どこの馬の骨か知らないけど、私のヘンリエッタに色目を使うなんて、このトロール頭。当然です。手紙にも書いてありますが、あの子に恋愛はまだ早い。私が妹に完璧な魔女だと思われていることはひとまず置いておいて、私の恋人になってくれませんか。私だって突然こんなことを言うのはおかしすぎるって分かってます。でも妹の夢を壊したくなくて、けど私には恋愛経験なんてなくて、恋人のふりをしてくださるだけでも構いません。相手が先生なら信頼できて。あ、先生、もう少しここにいてください。今回は高速違反も見逃しますから。クリア組済みだよね。こっちはあとは何回でもクリアできるので、やりたい放題です。これクリアしてるってこと？クリアしてますね。
真部からこっそり入手したお兄ちゃんの日常隠し撮り写真が。仕方ないんです。占いによると今週のラッキーアイテムは頼りになる異性の写真。それにお兄ちゃんの写真を眺めているとなんだかすごく安心して胸の奥がポカポカして、ステージに立つ前に写真を見るとすごく勇気をもらえてあ、お兄ちゃん、ぬいぐるみを調べようとするのはダメです。この中にはリネとカエデの宝物が。え、お兄ちゃん。どうしましょう。お兄ちゃんが笑いかけてくれました。そういえば椿お姉ちゃんも楓たちが笑っている写真を持っていましたね。大事な人の笑顔を見ていると幸せな気分になるのと、今ならその気持ちがわかります。だって、あ、そうだ、写真の話をしていて思いついたのですが、持ち物検査が終わったら楓と写真を撮ってくれませんか。この前サルサさんと一緒に買い物に行った時、新しい洋服を買ったので、せっかくなので写真を撮りたくて。お兄ちゃんと一緒に写ってる写真が欲しいんです。だってお兄ちゃんの笑顔は楓にとって最高のラッキーアイテムですから。楓と対決するスタイルになるのか。この身を流れる青吉に誓って、貴族の役目を果たすのに。あなたの指揮をすべしものだ。楓と楓が対決。我は父の血を引き締めろ。お疲れ様でした先生。この報酬無駄にはしないぞ。そして経験値を上げることができるのか。いじめて差し上げます。新鮮でいない。新鮮でいない。さあ祝杯をあげましょう。
ようを言うと育ちが良くなるんですよ。やるじゃない。先生レベルアップした。できるってなってるね。13個あります。じゃあスペシャル召喚とプレミアム召喚やっておこう。まあもう入手済みなんだよな。さあ10連いきましょう。運試しと行こうか。お、なんか取れる星がある。星を消費して10回召喚もできます。何でしょうねこれ。
でみましょう。ありがとうございます。したいと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画のコーナーでした。